野さん。おはようございます。日本共産党の畑野喜美恵です。安倍政権が進める羽田空港の増便のための新ルート問題についてまず伺います。国土交通省が1月から2月にかけて実機飛行による確認を行いましたが、都心上空を通過した航空機は7日間で計520便に上りました。これは東京、神奈川、埼玉まで及ぶルートです。騒音の最大値は川崎市で94デシベルにも達しました。94デシベルといえばもう本当にうるさい、極めてうるさい騒音です。で、私もその現場で航空機の騒音を聞きました。で、その後のご近所の保育園にも伺いまして、先生にもその時の子どもたちの様子を伺ってまいりました。その時ですね、子どもたちは本当に怖がって、もう遊んでるのを中断して、そして先生がですね、子どもたちをこう怖がらせないようにということで、なんて言ったかっていうと、鬼じゃないのよ、雷様じゃないのよって言って、そうやってですね声をかけたっていうんです。もうテレビは全く聞こえなかったということです。またこの都心の中でも視覚障害者の方からは、音響付き信号機はもちろん通行の際に頼りにしている街のさまざまな音が聞こえなくて怖くて外歩けないという声も伺っております。私は環境を担当する騒音、これあってはならないということでいつも担当してこられる小泉進次郎環境大臣に、国土交通省聞かないもんですから、こういう子どもたちの実態、現場の声をぜひ届けたいと、そして、ね、聞いていただきたいんです。3月29日から始めようって言うんですけどね、これやめてほしいんだけど、もしそういう実際に飛ぶ現場があったら、ぜひ川崎にも聞きに行っていただきたいと思います。いかがでしょうか。小泉環境大臣。子どもの育ちの中で、静かな環境、これっていうのは私も大切だと思います。特に飛行機に限らずですね、私も今でも家に帰って、チャイムを押すこともやめてますし、起きちゃうから。そしてくしゃみもですね、それで起きちゃいますから、いかにその静かな環境というのが大変大切なものか、それは痛感をしています。環境省は平成18年のこの東京国際空港の環境影響評価において、今後飛行経路等の変更があった場合に騒音を予測し、それに基づき所要の措置を講じるよう国交大臣に意見を提出をしています。そして現在国交省では実機飛行確認で測定した騒音について予測の検証を含め分析していると聞いています。本格運用後も騒音測定を行い、必要に応じ障害防止工事等を行うと認識しています。国交省には新飛行ルートに伴う騒音測定を踏まえ、引き続き適切な対策の実施に努めていただきたいと考えています。畑野喜美恵さん。世界の問題を大臣も論じられておりますけれども、世界では旅客機を人口密集地の大都市上空に飛ばさないということがですね当たり前になっているんです。もうぜひですね、そういうふうに進めていただきたいというふうに思います。対策を強く政府として求めていきたいと思います。これ以上の騒音を出してはいけないという、そういう規制値もですねぜひ、作っていただきたいというふうに思います。次に航空機事故について、川崎市で言えば離陸直後に石油コンビナート上空を飛行するという重大な危険性があります。ひとたび墜落事故が起きれば大惨事です。国は1970年東京国際空港庁に対し、東京国際空港に離着陸する航空機について川崎石油コンビナート地域上空を避け適切なコースを取らせることと通知いたしました。国がこの通知を出したのはそもそもなぜですか。平岡航空局航空ネットワーク部長。
お答えをいたします。昭和45年に東京航空局長から川崎市長に宛てまして、川崎石油コンビナート地域上空の飛行制限を設定し、通知をしたということでございますが、この主な背景といたしましては、昭和41年に東京国際空港周辺におきまして立て続けに航空機事故が発生したということであります。具体的には昭和41年2月4日に全日空の千歳発東京便が東京湾に墜落した事故、さらに3月4日に同年3月4日にカナダ太平洋航空の香港発東京経由バンクーバー便が東京国際空港に着陸侵入中に滑走路末端手前の護岸に衝突し大半炎上した事故が発生いたしました。こうした事故によりまして地域からご心配の声が上がったというふうに承知しております。こうした事情を踏まえまして川崎市長から当時の運輸大臣宛に要望が行われました結果、羽田空港に離着陸する航空機は原則としてコンビナート上空を避け、それ以外の航空機は3000フィート以上で飛行することについて昭和45年に東京航空局長から川崎市長に通知がなされたものと理解しております。畑野君恵さん、おっしゃったようにその年の3月の本会議、1966年3月の本会議、川崎の市議会の本会議で臨海工業地帯の飛行禁止に関する意見書が採択され、同月同じ趣旨の請願も全会一致で採択されました。飛行禁止は議会を含め地元挙げての運動になり、当時の市長が国に要望してこの通知に立ったという経過があるんです。つまりですね、地元ぐるみの運動だったんです。それを国土交通省なんですか、局長は市からの要望で出したこの通知を昨年12月16日に廃止したと、市民の願いと市民の運動の歴史にを踏みにじるような、本当に許せないものだと申し上げます。で、飛行ルートの下には事業所約2300人、従業員約5万9000人が集中している石油コンビナートがあります。大量の高圧ガス、毒ガスなどのパイプラインがあり、原油やナフサ、液化天然ガスなど可燃性の液体やガスを扱う工場が密集していて、万が一航空機の墜落事故や落下物などがあれば想像を絶する大火災となると。だからですね、今も皆さん心配されています。伺いますけれども、国交省は2017年11月から羽田、成田などの7空港で外国の航空会社も含め部品欠落が確認された場合の報告制度を設けています。2018年11月から2019年10月までの直近の1年間で欠落した部品の個数は728に上ると伺っておりますが、羽田ではいくつか分かったら教えてください。また航空機からの落下物は国交省の資料によると2008年度から2018年度の発生件数は23件となっています。そのうち羽田空港周辺での落下物はゼロだと言っておりますが、なぜ羽田がゼロなのかお答えください。広岡航空局航空ネットワーク部長。お答えをいたします。羽田空港周辺における固定翼の民間航空機からの落下物につきましては平成20年から平成30年までの期間において報告された実績はございません。これは報告されたものを集計するという形になっているものでございます。一方で空港到着後の機体チェックなどで部品がなくなっていることが確認されました部品欠落につきましては、部品欠落が発生した場所は特定できませんので個別空港ごとに集計する性質ではございませんけれども、国際線が多く就航する主要7空港におきまして点検した結果、平成30年度に報告された欠落部品の総計は488件となっております。その半数以上は10グラム未満の軽いものとなっているところでございます。畑野君恵さん、羽田についてはどうですか。平岡航空局航空ネットワーク部長。答えいたします。平成30年度に羽田空港において報告された件数、部品欠落の件数でございますけれども154件となっているところでございます。畑野君恵さん、でなぜ羽田空港周辺での落下物はゼロなのかと、なぜですか。
平岡航空局航空ネットワーク部長。お答えいたします。落下物の検査、件数につきましては、報告されたものを集計するという形になっておりまして、羽田空港周辺において、固定翼の民間航空機からの落下物については、報告され、はい。海があるからとは限りません。羽田空港につきましても千葉県上空をですね、飛んで着陸するというふうに陸上のルートを経由してその後海を通って、着陸するという経路を通っておりますので、海があるからということではなく、陸上経路も通って含めて羽田空港の周辺において報告された件数はございません。畑野紀明さん、海を通ってということですから海があるんです。それで例えば原発の上空については原発付近をできる限り避けるよう当時の運輸省が通達を1969年出しています。米軍も岩国基地で離陸の際コンビナート上空を避けるという運用がされてまいりました。ちょっと確認なんですけどね、国交省に離陸直後に石油コンビナートの上空を飛行するルートは諸外国でありますか。離陸直後です。平岡航空局航空ネットワーク部長。お答えいたします。網羅的に調べたわけではございませんけれども、ロッテルダム空港があるということを確認しております。畑野紀美恵さん、ロッテルダム空港とコンビナートの距離は何キロありますか。平岡航空局航空ネットワーク部長。手元に資料ございませんので確認の上ご報告させていただきたいと思います。畑野紀美恵さん、私が目測したところでは10キロはあると見ました。そういうのもちゃんと調べて言ってるんですか。分からなかったら分からないって言っていただければいいんです。これ一人歩きしますからね。ちゃんと確認してるんだったらそういうふうに責任ある答弁してください。今分からなかったらロッテルダム空港離陸直後のルートがあるんですかって聞いてますから、分かんないんだったら分かんないって訂正していただけますか。平岡航空局航空ネットワーク部長。お答えをいたします。議員ご指摘のとおりロッテルダム空港から離陸して、その経路下にはございますけれども、その直後という必ずしも直後ということではございません。畑野紀美恵さん、はい、離陸直後じゃないと。そういう不正確なこと言っちゃダメですよ。ないんですよ世界でもね。川崎コンビナートは多摩川渡ったらすぐコンビナートですよ、羽田から。そんな無謀なことやろうとしてるんですよ。その具体的な数字もきちんと調べないでやろうとしてる。消防庁に聞きますが、1969年に石油コンビナート地帯における航空事故による産業災害の防止についてという通知を当時の運輸省に宛てておられます。概略簡単にお答えください。小宮国民保護防災部長。石油コンビナート地帯における航空機事故による産業災害の防止を図るため、消防庁次長から当時の運輸省航空局長に対し、全国の石油コンビナート地帯の上空における最低安全高度以下の飛行の禁止および離着陸時における同地帯上空の飛行の回避などの災害防止のための必要な措置をお願いしております。畑野紀美恵さん、つまりコンビナートの上は飛ばないことが最大の安全策だということで取り組んでこられたと思います。川崎市議会市によれば、先に述べた1970年通知のもとになった川崎市長の運輸省への陳情は、災害対策基本法第3条に基づいて、石油センター地域を飛行禁止区域にするよう求めるものだったと記されております。災害対策基本法第3条の国の責務は、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織および機能のすべてを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有すると規定されております。内閣府に伺いますが、災害対策基本法に基づく防災基本計画は
1971年5月に一部修正が行われ、石油コンビナート対策等が明記されました。これは石油コンビナートへの航空機の墜落、落下物の落下による災害の発生を想定しているのでしょうか。村手大臣官房審議官。お答え申し上げます。現在、防災基本計画において、石油コンビナートについては、危険物等災害対策編の中で、災害予防対策や大規模な事故、災害が発生した場合の連絡、活動体制等を規定してございます。この記載については、原因が何かを特定しているものではなく、航空機の墜落等大規模な事故を原因とするものも含みうると考えております。航空機の墜落と大規模な事故を原因とするものも含みうると考えてございます。畑野君恵さん。しかし、それに対して国土交通省に聞いても、経済産業省に聞いても、具体的な対策はないというのはこの間のお答えだったんですね。ですから、その安全対策ね、誰が責任を持ってやるのかということなんです。こんなことでは3月29日から本格飛行などはやること許されませんよ。人命軽視も甚だしいと言わなくてはなりません。でこの根本になったのがインバウンド、2013年安倍政権の成長戦略です。首都圏空港の機能強化と離発着の増便が決められました。これまでの航空行政とも矛盾する場当たり的なやり方で、万が一事故が起きたら一体誰が責任取るんですか。小泉大臣ですか。まあ今日この問題を取り上げてますから、もう内閣でもね、ぜひ問題にしてほしいと思うんです。そして今合わせて新型コロナウイルス感染症対策で大変な事態になってます。でこの航空機で言えばですね、実際各航空会社は運休、減便、小型化と、こういう事態になってるんです。私はこの新ルートの飛行はきっぱりやめるべきだというふうに思います。大臣ね、小泉大臣に聞いていただいたの、これ、ぜひね、地元に行って、声聞いてほしいんです、環境大臣として。どうですか、先ほど最初に申し上げました。小泉環境大臣。秦野先生が冒頭おっしゃった静かな環境、こういったことが、まあ、子どものみならず多くの方にとって重要だというご指摘はその通りだと思います。でその上で今まさに国交省が答弁をしていますが、担当しているところですから、私としては担当の部分で厚労省にはしっかりやっていただきたいというふうに思います。畑野君恵さん。環境大臣としての責任もぜひ果たしていただきたいと重ねて申し上げておきます。昨年10月の台風19号は多摩川水系の中で戦後最大規模の洪水といわれる1974年の狛江水害を超え、過去最高の水位を記録したと伺いました。特に川崎市では平瀬川と多摩川の合流地点での一人亡くなられる災害も起こり、そして各地で下水があふれるなどの内水氾濫による水浸被害を受けました。私も各地を回ってまいりました。今年も同様な台風が到来する可能性があり、昨年の被害が繰り返されるのではないかという住民の不安を伺っています。そこで国土交通省に伺いますが、多摩川の対策今後どうしていくのかということと合わせて、今年の台風への備えをどうするのか、この2点について伺います。塩見水管理国土保全局次長。お答えを申し上げます。昨年の台風19号令和元年東日本台風でございますが、によりまして世田谷区の多摩川地区では河川からの溢れた水によって浸水被害が発生し、また川崎市の中原区、そして高津区、多摩区では下水道施設からの逆流などによりまして浸水被害が発生したところでございます。これを受けまして国と都、そして神奈川県、
それから多摩川に面しました8つの市区で連携することによりまして、復旧と、そして再度災害を防止するための対策を、多摩川緊急治水対策プロジェクトとして1月31日に取りまとめまして、ハード・ソフト一体となった取り組みを始めているところでございます。このプロジェクトの中では、まず河川におけるハード対策といたしまして、おおむね5年間で被災いたしました堤防や護岸の復旧といいましたといった災害復旧事業に28億円、それから再度災害を防止するための河道掘削や堤防整備、堰の改築といった改良復旧に163億円、合計で191億円の事業を実施することとしてございます。このうち先生お尋ねの今年度の取り組みということでございますが、初年度となります今年度は約35億円の補正予算を計上いたしまして、今年の出水期までに完成することを目標にいたしまして、被災しました堤防の復旧、護岸の応急対策、そして水位を下げるための河道掘削、それから多摩川の失礼しました世田谷の多摩川地区におきましては、新しい堤防整備に向けました準備工事に着手するということにしてございます。からもう1点の下水道施設からの逆流による浸水被害が発生したことを受けまして、国土交通省では現在有識者会議におきまして、下水道施設から河川への排水する箇所に設置されましたゲートを遠隔で操作できるように改築することなどについて検討を進めてございますが、川崎市におきましては早速今年度の補正予算によりまして、今年の夏の台風シーズンまでに実施いたします短期的な対策といたしまして、昨年逆流被害が発生しました5つの排水管、山王、宮内、諏訪、双子、宇奈根、この5つの排水管でございますが、このゲートの遠隔操作化を行うということにいたしておりますし、また合わせて排水ポンプ車の導入についても行うというふうになっているところでございます。畑野君恵さん。私は各箇所を回ってきました、その山王、宮内、諏訪、双子、宇奈根の5箇所も見てまいりましたし、崩落の現場も見てきました。大丸用水の氾濫で、ご苦労された多摩区なども見てまいりました。付け加えなんですけどね、この連休中も見てまいりまして、で実は先ほど言った平瀬川と多摩川の合流地点のところ、国が管理しているところの土手が低くなっている、あるいは、高津区なんですが、堆積物が多摩川にたくさん、積み重なっている、こういう現場見てきました。それから河口の方ではですね、川崎河口水門が高さが足りなかった問題とか、 JR の、鉄橋の下の部分の土手が低くなっている、こういう状況もあります。ですから今おっしゃったことと少しまだ加わってないところがあると思うんですが、ぜひ地元から要望を聞いていただいて、そういったこともですね、きめ細かにこの夏の台風に備えていただきたいと思うんですが、確認です。対応していただくように検討していただけますか。塩見水管理国土保全局次長。お答え申し上げます。今回の緊急対策プロジェクトにおきましては、できるだけ早く、おおむね5年程度でこの河川の水が河川からあふれないように、今回の台風19号と同じ程度の洪水が来てもあふれないようにするための対策をおおむね5年程度で行うということで、その必要な対策を盛り込んでいるところでございます。またいろいろなご希望が地元からあると思いますので、丁寧に地元の事務所の方でお聞きをさせていただきたいというふうに思います。畑野君恵さん。ぜひ対応していただきたいと思います。台風19号では床上床下浸水が多く発生いたしました。半壊一部損壊等を判定されて、被災者生活再建支援法の適用外になっているという方が多くおられます。京都市でも独自の支援をされていますし、川崎市でも適用外の半壊一部損壊の被災者には一律30万円の補助を出しています。しかしこれでは足りません。リフォームするために1000万円近くかかって、老後の生活の目処が立たないとか、あるいは断熱材が水を吸ってしまい壁がカビだらけになるなどして400万円かかったって話もあるんです。伺いますが、被災者生活再建支援制度の上限を500万円まで引き上げるとともに、支援の範囲を半壊や一部損壊にまで拡充するべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか。また自治体の独自の支援についてどのように早くしていらっしゃいますか。村手大臣官房審議官。
お答え申し上げます。被災者生活再建支援制度は著しい被害を及ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合に住宅に全壊や大規模半壊等の重大な被害を受けた世帯に対して全都道府県の総合扶助および国による財政支援により支援金を支給するものです。このような制度の趣旨から支給金額の引き上げや支給対象の拡大については国や都道府県の財政負担等の課題も踏まえ慎重に検討すべきものと考えております。特に支給金額の引き上げにつきましては全国知事会による平成30年7月の被災者生活再建支援制度に関する検討結果報告におきまして現行の支給額は被災者が住宅再建を行うために必要な支給額であると考えられることから支給限度額は現行通りとするとされているところでございます。支給対象の拡大につきましては全国知事会からの半壊世帯までの対象拡大のご要望も踏まえまして全国知事会と協力して昨年被害が発生しておりました地域において半壊世帯の詳細な実態調査、実態把握調査を行うとともに実務者会議におきまして継続的に意見交換を行っているところでございます。また被災者生活再建支援制度の対象とならない一定規模以下の災害につきましては内閣府からの通知で各都道府県および関係市区町村において支援措置の実施について検討するなど被災者の生活再建支援について必要な対策を講じていただくようお願いしているところである。引き続き地方公共団体における積極的な取り組みを促していく、いきたいと考えております。以上でございます。畑野君恵さん、本当に現場の皆さんですね、水の中泥の中大変なご苦労されています。その思いにぜひ答えていただきたいと思います。小杉、武蔵小杉などのタワーマンションでは地下にある電気設備が浸水し停電断水が発生しました。市建設工業会関係の方からは電気系統を上に上げることが必要だというふうに伺ってまいりました。既存施設、特に病院や公的な施設への援助も必要だと私は思っております。止水板などの設備なども、徹底する必要がありますし、そうした補助金制度なども含めて検討していただきたいと思うんですが、どのような対応されてますか。阿波野大臣官房審議官。お答えを申し上げます。令和元年東日本台風の際には地下に設けられました高圧受電設備が浸水し停電したために高層マンションのエレベーター等が使用不能となる被害が発生をいたしました。被害の発生を踏まえまして国土交通省におきましては電気事業法を所管する経済産業省と連携して学識経験者業界団体等からなる建築物における電気設備の浸水対策のあり方に関する検討会を昨年11月に設置し検討を進めてまいりました。検討会におきましては新築時のみならず既存ストックにおける対策のあり方の検討や優良事例の収集整理を進めており、先週18日に開催いたしました第3回の会合におきましては今後の議論の叩き台となるガイドラインの原案を提案いたしましたところでございます。今後この原案をもとに検討を行いましてパブリックコメントも行い幅広く意見をいただいた上で本年の春を目途にガイドラインとして取りまとめ経済産業省と連携しつつ業界団体等を通じて広く周知し建築物における電気設備の浸水対策に関し積極的な対応を促してまいりたいというふうに考えてございます。またご指摘の支援措置につきましても、経済産業省と連携をして必要な支援が可能かどうかも含めて検討してまいりたいと存じます。畑野君恵さん、川崎市側の河川敷には陸上競技場をはじめ少年野球場やサッカー場などスポーツ施設が多数あります。台風災害によって月例マラソンができないなど伺っております。都市公園としてのスポーツ施設の整備復旧の進捗状況について伺いたいと思います。併せて都市公園となっていない河川敷にあるスポーツ施設、またアリーナや体育館、
市民ミュージアムなどの復旧対策への支援についても伺います。市民ミュージアムの地下に貯蔵されていた資料への対応も併せて伺います。徳永大臣官房技術審議官。都市公園についてお答えします。川崎市の多摩川河川敷の都市公園は野球場やサッカー場などに利用されておりますが、令和元年に東日本台風いわゆる19号による増水に伴いまして、土砂の堆積や氷土の流出など多くの被害が発生しております。このため国土交通省では川崎市に対しまして、早期の復旧には都市災害復旧事業が活用できることや、その事業の仕組みなどについて助言を行うほか、本年1月8日には災害復旧に伴う工事費などを現場で決定する災害査定を行ったところでございます。川崎市におきましては1月下旬に工事契約を行っております。3月から復旧工事に着手できるように調整を進められており、5月から11月の間で順次災害復旧事業が完了し供用開始できるというふうに聞いております。国土交通省としては一日も早い復旧に向けまして、今後とも川崎市を支援してまいります。以上です。すみません。続きまして寺門社会教育振興総括官。お答えをいたします。ご指摘ございました社会教育施設としての災害復旧につきましては、激甚災害法に基づきまして公立社会教育施設災害復旧所におきまして、激甚災害により被災した特定地方公共団体を設置いたします公立社会教育施設等の設備等の復旧に要する工事等に対しまして、国がその3分の2を補助することでしたところでございます。続きまして杉浦審議官。お答えいたします。台風19号により川崎市市民ミュージアムでは地下収蔵庫が浸水いたしまして、収蔵品約23万点が水没するなど大きな被害が発生いたしたところでございます。これに対し文化庁は川崎市の要請を受けまして、速やかに独立行政法人国立文化財機構に対しまして、文化遺産防災ネットワークをなどを活用した技術的支援の協力要請を行ったところでございます。文化庁では現地で技術的指導を行いますとともに、国立文化財機構におかれましては文化財関係団体の協力を得て博物館美術館などの専門家を派遣して収蔵品の搬出や応急処置などへの技術的指導助言を行ってまいりました。こうした中、川崎市市民ミュージアムでは本年1月時点で収蔵品が約 33% 程度地下から搬出されております。今年度中を一定の目処といたしまして、収蔵品の搬出を優先的に進めると伺っております。文化庁といたしましては今後とも川崎市からの相談に応じまして適切に対応したいと、これに考えております。以上です。畑野君恵さん。最後に小泉大臣に伺います。石炭火力発電プラントの輸出の在り方について問題提起をされてこられました。先日も日本の高効率的なものを世界に輸出すれば世界全体の CO2 削減につながるという主張に対して、大臣は高効率な石炭火力と言われているものでさえ従来と比べたら1割も変わらないというふうにおっしゃっているんですね。 COP26 の場が日本が一歩前に進んだと言われる、思われる環境整備に進めていくというふうにおっしゃっているんです。であるならば横須賀の石炭火力発電所、これ中止すべきだというふうに思いますが、いかがですか。小泉環境大臣。今朝読み上げのところでも触れました通り、私が昨年来問題意識を持って提起をしてきた輸出に関する4要件の見直しの議論を行うことについて関係省庁と合意することができました。これは間違いなく国際社会にとって動かないと思われた日本が動くかもしれないと、こういうメッセージが伝わると思っています。そしてご指摘の私の地元の横須賀のことについてでありますが、個別のプロジェクトをどうなるかっていうのはそれぞれもちろん世界は見ています。ただそれに対してもですね、この気候変動の取り組みに逆行するようなことはいけないと、そういうふうな意見はすでに出しております。そしてこれからも厳しく見てまいります。ただいずれにしてもこの4要件は全体にかかるものでもありますので、そういった仕組みに関わるところで今後議論が行われることで合意できたことはいずれにしても大きいことであると考えております。畑野君恵さん。以上で終わります。